こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第237回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする、楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿は動画の概要欄にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。オープニングトークね、植物の話、まだお花はお休み中で、ここにね、たゆたう植物を持ってきました。この間剪定したので、また元気に新しい芽がね、こうビヨンビヨン出てきています。それと、ホノルルマラソンへの道は、この間やっとね、2キロだけ走りました。2キロじゃもう全然足りないけど、無理して走って、なんか負担に思うと走るのが嫌になっちゃうなと思ったから、最初はね、2キロぐらいでいいかなと思って2キロ 走ったのね。でも全然2キロじゃ足りないので、もうちょっと走らなきゃなって思っているところです。で、この間ね、ついに夫からも、サナエももっと走ってほしいって言われちゃって、まあそうよね、もうその通り、もう走らなきゃなって、やっとね、エンジンがかかってきたところです。それと、英語もハワイが近づいてきてるので、頑張らなきゃと思って、ついにこちらもね、お尻に火がついて、アプリを入れました。 AI 英会話スピークっていうのを入れて、今3日目だけど、今のところ毎日勉強できています。なんかね、設定ができるの、いろいろ自分の設定と話し相手の設定で、ボディーボードを始めた人で、ビーチで出会った他のボディーボーダーとどう話すかみたいな、そういうのでね、今ちょこちょこ練習を始めたところです。で、そのボディーボードなんだけどね、昨日ボディーボードスクールの2回目に行ってきました。わー、2回目に行って、あ、もうさすがにね、水はあったかいんだけど、北風が吹いててすごい寒くてね、なんかこう夏の気分でボディーボードをできる時期は終わったなっていう感じがしたんだけど、スクールが2回目っていうことで波もすごく良かったのよ。それで初めてね、レールを入れるっていう、専門用語なんだよね、レールって。私も始めるまで知らなかったんだけど、ボディーボードの片側がこう波に食い込んでね、こう横に走っていくことをレールが入ったとかっていうふうに言うんだけど、それのやり方を教わって、昨日はね、初めてだね、横に向かって、だから波がこういうふうにね巻いてくるところをずっとこう、なんていうのかな、波と一緒に横に向かって滑っていくみたいのができて、なんかね、景色が変わった。さらにボディーボードが楽しくなって、すごい気持ちよかった。横にビューって走っていく感じが楽しくて、もっとね、練習したいなって思いました。だからまた今週の土曜日にまたスクールに行って、なんとかね、ハワイに行くまでは毎週スクール行って練習して、それでハワイの海でボディーボードを毎日楽しもうと、その準備をね、着々と進めています。で、その分ね、ズンバは、先週から今週にかけて1回もやっていません。まあ、サークルの予定がなかったっていうのと、
スポーツクラブになかなかねちょっと行けないでいるっていうのもあるので、ズンバはしてないでしょ。でもこの間久しぶりに筋トレをしに行ってきて、それと新しいプログラムにね出てみました。骨盤リズムダイエットっていうやつでね、なんかねすごい面白いの。骨盤をねこういう風にねなんかこう動かす、とにかく骨盤を動かすエクササイズ、それは地味なんだけどめっちゃ汗かくし、なんか腰回りの動きがすごく良くなるから、何ズンバしたりとかダンス系にもプラスに働くっていうのと、あとボディーボードも結局腰っていうか骨盤でこう何ボードをコントロールするっていう側面があるのね。だからその骨盤を思い通りに動かせるっていうのは大事だなと思って、このプログラムに今後も定期的に出ようっていうふうに思っています。それと髪を切りました髪を切りに行ってきて、伸ばす方向で考えてんのよこんなに短く切っといてなんだけど、美容師さんに相談してね、伸ばしたいと伸ばしてみたいと。というのもこうボディーボードするときにさ、ちょっと髪があった方がこの首周りとか焼けなくて済むしさ、なんとなくこうね変えたいなと思って伸ばしたいっていうふうに言ったら、この襟足のねここがこういつもよりちょっと長めにしてもらったのと、あと伸びてきても形が作りやすいようにこう段を入れてもらったの。でもちょっと切りすぎたかなってすごい久しぶりにこんな短くなっちゃって、こうマッシュじゃないショートになったから、自分的にはどうかなって思ってるんだけど、夫が髪いいじゃんってね言ってくれたから、あいいのかなって思いつつ、そういつもほどはまだ自分がこの髪に慣れてないっていうのはあるんだけどね。そんな感じで、まあ短くなったのはすっきりしたけど、もうちょっと長い方が良かったかなって思ったりしています。感想とかあればぜひねコメントに書き込んでください。それで、家族の話ね、家族の話はこの間、また父に電話しました。電話をして、歩いてる時にね電話をしたの。バスを降りてから歩く時間が結構10分ぐらいあったから電話したらね、ちょうど父も今妻と一緒にねなんかどっかイオンかなんかのフードコートにいて、その奥さんは買い物に行ってるから俺一人なんだっていう言うからね、そうするといっぱい喋ってくれました。父も久しぶりにゆっくり話せたから良かったなっていうふうに思って、で元気そうだった、元気そうだったし、なんか父らしい話がまたねいろいろ聞けたのも良かったです。で私もほら英語をね今勉強し始めてるから、父にねパパさって言って、パパもっと英語喋りたいんじゃないのって聞いたので、父はもう英語がペラペラだから、そういうふうに聞いたら、いや喋りたいよって言うわけで、アプリで、私が使ってるアプリじゃないけど、なんかそういう世界中の人とこうつながって英語で話したりするアプリとかあるから、パパにいいんじゃないかなって思ってって言ったらさ、あそれはもう俺はぜひやりたいって言うから、じゃあまあ今度私が札幌に行った時にそのアプリを設定してあげるねっていう話をしました。父はね多分30代の時に、父が30代の時に独学で英語を一人で勉強して、それでオーストラリアに行ってオパールの採掘場でオパールを取ってきたりして、昔ね私が子供の頃は父がその宝石の仕事をしたりしてたわけだから、家にねオパールの原石があったり、いっぱいねこう指輪のサイズを測るリングがあったりとかしたので、その自分のやりたいこと仕事をするために、父は一人で、学校に行ったりしないで英語を勉強して、
単身オーストラリアに行ったりニューヨークに行ったりしてたみたいなんだよね。そうだから今でもなんか英語はすごく好きで話したいみたい。多分辞書とかでね見て単語引いたりとかね今もしてるみたいだから、なんか今度札幌に行ったらなんかそういうね父のための英語関係のお手伝いができたらいいなって思っています。それとね、あの義理のお母さんにこの間また会って一緒に溝の口に行って、回転寿司行ってきました。三崎港マグロかな行って、でまあ美味しかったし、一番ねすごいなって思ったのは、あら汁を頼んだらすごい丼みたいなあら汁が来て、しかもお魚がいっぱい入っててね、あら汁でお腹がいっぱいになったっていうことがあって、お母さんと一緒にあら汁が美味しかったねっていう話をしました。で、今日の、洋服さっきの骨盤リズムのとこで見せたけど、これはサマンサモスモスのセールで買ったボーダーのシャツと、これはね3年ぐらい前に買ったサマンサモスモスのガーゼのダブルガーゼのスカートです。これね可愛いんだけどね、ポケットがないのよ。ポケットがないからハンカチが入れられなくて、海の帰りとかねポケットが欲しいなって思ってます。で今日の飲み物は、これは黒豆ハト麦茶です。さっきまでね、アサーティブ、ダルクのスタッフ研修でアサーティブやっていて、これ夫がねお茶を入れてくれました。で今ね急に曇ってきて、さっきまですごい天気良かったんだけどね、曇ってきてもうだいぶ涼しくなったよね。で今朝はゴミ捨てに行ったらもう寒いぐらいでした。で今日のねあのダルクのスタッフ研修で東北の、ね、地域の人がいて、そしたらもう長袖のジャンバー着ててね、もう寒いですって、最低気温12度って言ってたから、あもうすっかりなんか冬寄りの秋なんか今年はあんまり秋がなくて、急にこうやってねさらに冬になってっちゃうのかなって思ってるんだけど、そうさちょっと寒いです。で私もこの時間をすごい楽しみにして、で今アサーティブ終わりだからこうテンション高めなんだけど、みんなもね私と一緒に体の声心の声に耳を傾けてリラックスして過ごしてもらえると嬉しいです。最後までお付き合いください。はい、それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。今週の肌の調子は、はい、今週の肌の調子なんだけれども、あの海効果が続いていて全体的にすごくいいです。こう肌がね、顔をねこうやって触るとツルツルなのよ、なんか絹みたいな感じになっていて、肌の調子はあのいいです。顔首はね特によくて、見せるとちょっとシミはね、シミはもう相変わらずなんだけど、こうねシミはあるけど、まあ、唇も割れてるけどもうめっちゃ焼けたでしょ。もうおでことかもね痒くないし、首もね日焼けはしてるけど、肌自体はアトピーは今顔には出てきていません。このねほうれい線のところのこうマラセチアポイントも痒くないのよ。だからすごいなと思って、それで、顔と首は調子いいでしょ。まあ、ただね日焼け止めを塗るときにこう手に日焼け止めがつくのがちょっとこう赤切れが一瞬それで化するっていうかね治りにくい。それとあとあのボディーボードにこうやって手をついたりこう握ったりするから、それでね赤切れもちょっとね治りにくいのかなって。水でふやけてるところでこう力を入れるからね。なのでこんな感じでこう手はこう割れたり穴が開いたりっていうのはあるんだけど、まあそこまで悪くないっていうか、まあそこまでっていうか全然気にならない
程度です。で今ねちょっとだけお尻が小爆発していて、それはね ここにねちょっと動画には映んないけど粉瘤も出てきたし、まあ多分その油物の消化がまああまりうまくいってないのかなって思って、まあそういうまあなんかわかんないけどなんかお尻に出てきたりっていうのもね、なんかそういう食べ物の影響あるかなって思っています。で先週のねあのトピックスとして、肌ではないんだけどね、あのねこうお腹の十二指腸のあたり、ここの十二指腸のあたりが結構痛かったの、まあ、ちょうど1週間ぐらい前かで痛くて、なんかおかしいなって思ってね、なんか痛いなって思ってこう押すと痛いのよ、押すと痛くて、なんかここにこうなんか炎症が起きてる感じがしてさ、で、まあ、私の予想ね、私の予想、まあほら横浜中華街で天津を食べたりとか小麦を結構取ったりとかして、まあ、腸の調子がまあ悪くなって、まあ、それもあって、まあね、あの十二指腸のあたりが痛いのかなって思いました。だから食べ物よく噛むようにしたのと、あと、アイロンでタオルを置いて温めたりして、腸の動きを促したりして、 3、4日ぐらいかな、 なんか痛みが取れるまで時間がかかって、で去年もさハワイに行く直前になんか私十二指腸がその時は十二指腸 S 字結腸だ、ごめん、ここの S 字結腸ね、十二指腸じゃない、十二指腸は去年だ、この胃の横のところねが痛いっていうのがあって、去年なんか検査、ハワイに行く前に検査したりしたっていうこともあったんだけど、あだからまたこの S 字結腸のあたりが痛くなって、と思ってさ、またハワイに行く前になんか不調になっちゃったのかなって思って一瞬心配したのね。だから大腸の内視鏡検査とか行かなきゃかなって、まあそれは前々から義理のお母さんにね行ってほしいって言われて、行ってほしいっていうか、あなたたち大腸の検査したことないんだったら一回ねもうそろそろ行った方がいいわよみたいに言われてたから、それも気になってたんだけど、だからもういよいよね行かなきゃダメかななんて思ってたところ、まあ今はもう全然痛くないから、まあ多分そういう食べ物の普段食べない小麦をあれね中華街で結構食べたりしたっていうのも影響あったかなって思ったりしています。まあ、肌っていうよりかは、まあ、内臓の調子がいまいちだった気がします。でもまあその割には、まあ、もし仮にね腸が荒れてたとしてもそれで肌に出てくるっていうことはなかったから、その時ここのね口角炎も割れたりしなかったから、いやどうなのかなって思いつつ体に注目して観察した1週間でした。まああとはね疲労がすごいっていう可能性はあるかなって思ってんだよね。前回はさ2回ボディーボード行って、しかもボディーボードの後ズンバ行ったり、あと仕事がもうめっちゃ忙しくて会社さん訪問したりとか結構飛び回ってたのよ。それで家でも、まあ、遅くまで仕事したりっていうのもあったから、まあ、動きすぎっていうのもあって疲労で体が疲れて内臓も疲れてっていうのがあるかなって思ったりしています。まあ、でも今ちょっとね楽になったっていうか、まあ元に戻った感じがしているので、もう少し大事にしながら、ね、食べ物よく噛んでご飯に気をつけて過ごそうと思っているところです。でボディーボードスクールはね湘南とか公家沼のとこの駐車場に朝7時半に集合なわけだから、うちをね5時過ぎに出ていかないと間に合わなくて、
そのためにこう4時過ぎに起きるで、まあ、一応お弁当作っていくっていうことをしてるから、睡眠不足になったりっていうのはあるんだけど、ハワイに向けて早く寝て早く起きるっていう生活リズムにしないと、向こうに行った時に時差で苦しんで、特にホノルルマラソン走る時とか大変になるから、まあ、週に1回4時起きして、まあ、ちょっとそれで寝る時間と起きる時間のリズムを作るっていうのは大事かなって思っています。みんなも体調や肌の調子どうですか？ちょっとね、涼しくなってきたから楽っていう人もいるかもしれないね。ぜひ近況報告も兼ねてね、コメントしてもらえると嬉しいです。はい、それではお便りコーナーに行きましょうかね。お便りコーナーはいつもの作詞作曲にいりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて、途中からお便りを紹介しようと思います。一緒に歌ってもらえると嬉しいです。からね、今週も紹介したいと思います。まずね、マリちゃんからいただきました。私も栗はさなきちさんと同じ食べ方ですって書いてくれて、マリちゃんありがとう。半分に割ってね、スプーンでくくるタイプね。今のところ順調に栗は食べていて、栗のね、値札シールをこう冷蔵庫に紙貼って、そこにね、集めていってるんだけど、今、5個ぐらいかな、5個ぐらい食べ終わったところで、今日も午前中に1つね、ふかして食べました。でもなかなかね、まだなんか出始めて、そこまでなんか甘くないような気がして、まあこれからかなって思っています。毎回ね、直売所に電話して栗ありますかって聞いてからね、行くようにしてんの。行ったらね、ないっていうこともあるから。だからちょっとね、今冷蔵庫で寝かして、糖度を上げてるところなんだけど、もうちょっとないと不安って言ったら変だけど、もうちょっとこうストックしておきたい気持ちもあるのでね、近日中にまた直売所までね、自転車で行ってこようと思います。マリちゃんありがとう。で、次はね、ももちゃんがくれました。脱ステして3年やっと落ち着きました。子供の頃からだとかなり時間かかるっていう風にね、書いてくれたの。ももちゃんありがとう。落ち着いてきてよかったね。ね、本当大変だったと思うけど、で、私もそのまあ脱ステって専門業界用語じゃないけど、ステロイドをずっと塗っていたのを、まあ、塗らなくするっていうね、まあ、治療法っていうか、まあ、そういう考え方なんだけど、私は結構もっとね、7年ぐらいかかったかな、落ち着くまでね。かかりました。だから3年でね、やっと落ち着いてきたと、あ、よかったなってね、書いてあったの読んで思った。
それとあのやっぱりこうアトピーに向き合う時ってさ、すごいいろいろなことがね難しいなって思うんだけど、なんていうのかな、すごくこう大きな方向転換をするってことじゃん。その薬を塗らなくするとかね、そういうことって。あと他にもその食べ物を変えるとかそういうことってさ、まあ習慣を変えるっていうことでもあると思うんだけど、それはやっぱり生き方を変えることでもあるんだよね。だからね、あのすごく大変、大変です。本当に大変だし、あの なかなか周りから理解してもらえないっていうこともあったりとか、うん、あるしね。だから本当大変な3年間だったんじゃないかなってもう思う。もう私はさ、もう本当にもうね、この今の生活スタイルが、あの なんだろう、もういろんなことを試した上で今この生活スタイルに落ち着いている。だからあのね、ステロイド塗らなくしたっていうのももちろん、ね、大きな決断だったけど、そこに至るまでにもう本当に何箇所皮膚科に行ったか分かんないから、何箇所皮膚科に行ったか分かんないし、新しいねこういうのしたらいいんじゃないっていう、その皮膚科で勧められた薬飲んだりとか、あとこう神経ブロックすると、あの顔の赤みが減ってね、首ここの上のかゆみが減るっていうふうに言われて、もう仕事をしてる時に、あ、まあ、特に20代ね、会社抜け出して、皮膚科に行って、こう喉にね麻酔の注射打ってもらう治療法やったりとかさ、あと本当にあの保湿剤をもうありとあらゆるものを試して探して、肌にいいっていうのを聞けばやってっていう、もういっぱいいろんなことをやった上でも、それもどれもやっても肌をね直してくれるっていうものには結局出会えなくて、最終的に本当にひどくなって、まあね、めちゃくちゃ自分の中で絶対にやりたくないって思ってたことの一つが食べ物を変えるっていうことだったんだけど、もうそれぐらいしか方法が残ってないっていうふうに思って食べ物を変えたっていう経緯があるからさ、いろんなものを試す時期を経て、だからいろんなものを足していく方法をやっていって、である時今度引き算に変えたんだよね。引き算、なんか足すんじゃなくて引くみたいな、あそこの転機はすごい大きかったかなって私の中ではね思っています。そうだから、それの一環もあって、まあ、引くものの一つに、まあ、私は保湿をしないっていうね、あの選択をしたわけだけど、だから、まあ、最近はね、あの海に入るにあたって日焼け止めは塗ってるけど、あの日常的にあのお風呂入って出てきて、なんか化粧水やって保湿クリーム塗ってとかっていうのは一切、何にもハンドクリーム塗ったりっていうのも一切していないっていう状況だから、うん、なんかそういうね、まあ私はすごいラッキーだったなっていう思いはある。やっぱりそうやって自分があの居心地のいい、まあ、食生活とライフスタイルを見つけられたっていうのはね、良かったなって思っています。だからももちゃんのね、あのコメント読んでそんなこともね思い出したりしていました。で次は、ゆぐらちゃん、さなきちさんこんにちは、小麦色のさなきちさんも可愛いですよって、ゆぐらちゃんありがとう。思い悩んだりうじうじするのは人間の能力で人間の財産になるという話、さなきさんの言葉が心に刺さりました。私は今まさしく会社の同僚のことで思い悩んでいます。以前は同僚と同じ内容の仕事をしていましたが、昨年秋から私だけちょびっとだけレベルの高い仕事をやるようになってから、その同僚の私だけに対する当たりが攻撃的になりました。私の人間性や仕事についても攻撃的な意見を言ってきて、私はアトピー持ちだからグルテンフリー生活で体重は8キロほど痩せたのですが、その同僚は運動もしないのだから痩せたんじゃなくてやつれてるだけとか、
運動しなきゃ痩せても意味ない、運動しなよと攻撃的に言ってきます。もちろん私も自分の意見はきちんと話しますが、私が言えば言うほど攻撃的なことをその同僚は言ってきます。以前は仲良く悩みも聞いてくれたりしてたけど、今はもう会社だけの付き合いだし、最低限の挨拶だけして話しかけたられた時だけ話そうと思っています。さなきちさんはどう思われますか、というゆぐらちゃん。ゆぐらちゃんありがとう。ちょっと待って、だんだん西日がって顔が影になってきちゃったね。ちょっと近寄ればいいのか。ちょっとね、あのカーテンを閉めました。ゆぐらちゃんの、質問、さなきちさんはどう思われますかっていうこと、うん、ゆぐらちゃんが書いているように、会社だけの付き合いだし、最低限の挨拶だけして話しかけられた時だけ話すっていうのでいいんじゃないかなって思う。で、私たちにさ、変えられるものと変えられないものっていうのがあって、変えられるものっていうのは自分の言動とか行動とか考え方は変えられるけど、変えられないものっていうのは他人のことは、まあ、基本的には変えられない、うん、だから前はね、仲良かったかもしれないから、すごくね、今こういう状況になってるのはとても残念なことだと思うけど、その同僚の人のことを大きく変える、例えば元のように戻ってもらうみたいなことっていうのはすごく難しいじゃないかなって思う。で、あと例えば、そうやって批判的なことを言われた時にどう対処するかっていうのはアサーティブの方法ではあるけれども、なんかそういうふうに返すことが逆効果になる場合もあると思うのね。だから以前さ、耳の痛いことを言われた時の返し方みたいのを他の動画でもアップしてるし、ラジオでも話してることあるのよ。よかったら、ちょっと私今思い出せないから誰かコメントでね、書いてもらえるとありがたいんだけど、第何回っていうのです、その話をしてるやつ。だからそれも参考になる部分はあると思うけど、必ずしもアサーティブっていうのはアサーティブに対処したから全部うまくいくわけじゃないからね。みんなそこは間違えないでほしいなっていうふうに思います。だから一つはもう相手を変えられないっていうことをね、踏まえた上で、変えられるのは自分の行動ね、言動だけっていうことを踏まえて、その場での最小限の批判への対処っていうのはできるかもしれないけれども、それをしたからといって相手の人が言うのをやめるかっていうのはまた別の話かなっていうふうに思います。だからゆぐらちゃんが書いてくれたように、話しかけられた時だけ、話そうっていうふうにするのでいいかなっていうふうに思うんだけど、その時に凛とするっていうことね、凛として、でなおかつすごい難しいんだけど、4つの柱のね、誠実、率直、対等、自己責任っていうところで言うと、相手もね、長い時間を生きてきた歴史のある人間だっていうところには敬意を持って、その敬意は大切に持ったまま向き合うっていうのがいいんじゃないかなとは思います。当面は仕事のやり取りに特化した関係性でもいいんじゃないかなっていうふうに思ったかな。で次はね、鍋さんね、確かに先行く仲間たちにはたくさんの勇気をもらっています。前回ね、先行く仲間っていうね話をしたんだけど、3年前にカリエンテの参加を躊躇していた私に、その先行く仲間が、カリエンテってね、ズンバの発表会のこと、舞台で踊るのね。なぜやらないの？私たちに来年できる保証あるの？いつやるの？今でしょ？的なアドバイスで背中を押してもらいました。わー、すごい。そうなのよ。なんか興味があったら
やってみるとかね、参加してみるっていうのはね、やっぱりね、すごい大事なことじゃないかなっていうふうに思う。人生さ、いつ何があるか分からないじゃん。だからね、悔いのないようにっていう点でも、まあそういうね、躊躇していたことみたいなのを始めるっていうのはね、いいかなって思うんだよね。よかったね、なべさんね。仲間からそういうふうに言ってもらえてね、背中を押してもらえてね。で、追伸。実は独身時代にボディーボードを持ってました。すごい。さなきちさんの話を聞いて、またやりたくなりましたよ。ボード買っちゃおうかなって思ったら、イマジナリー妻が現れて、どこにそんな遊ぶお金があるの?と詰められてしまいました。もう笑ったわ。イマジナリー妻がね、いるんだね。なべさんの中にね。で、いろいろなんかね、買おうかなとかやろうかなって思うと、妻さんが詰めてくるっていう。でもこの間ほら、ね、バイクも買って、ツーリングも楽しんでるから、ボディーボードは様子見で。また夏ぐらいに考えるっていうね。ちょっと先延ばしだけど、そんなのでもいいんじゃないかなって思いました。なべさんありがとう。で、次ね、A ちゃん。こんにちは。私はさなきちさんと同じアトピー持ちです。妊娠前は軽度のアトピーだったんですが、妊娠出産をきっかけにかなり重度アトピーになってしまいました。毎朝起きるとベッドの上は落雪だらけ。川ね。落雪だらけ。自分から出ていることに気持ち悪くて一日げんなりしています。毎日行きたいと思わなくて生き延びているだけです。気分転換に外に出ようと思ってもまた服を着替えると落雪が落ちるので楽しいとも思わなくなりました。スーパーに行ってもアトピーのない人たちを見て羨ましく思うだけです。さなきちさんは落雪の処理はどうしていますか？いつか私は楽しい生活が待っているのでしょうか？という A ちゃん。 A ちゃんありがとう。まずね、私が力説したいのは、楽しい生活は待ってます。待ってる。無責任に言うんじゃなくて、と言っても私が責任を取れるわけじゃないんだけど、なんだろう。辛い時ってさ、その辛いことが永遠に続くような気がしちゃうんだよね。そう。私もさ、そういうことね、いっぱいあったし、何個かあんのよ。そういうもう本当にもうなんか、もう絶望感でいっぱいになること。まあアトピーの悪化ねっていうふうに考えただけでも、まあ3回かね、4回ぐらい、もう本当大悪化みたいなこと、それこそね、脱ステの時もそうだったけど、脱ステした後もう本当にひどくなったこともあるし、その体のことで言えばね、で、まあ、不妊治療のこともあるし、やっぱりそういう家族の、まあ、依存症の問題みたいなこともあるし、でその渦中の時ってね、永遠に続くような気がしちゃうの、しちゃうのよ。でもそれは永遠には続かないし、時とともにね、本当にゆっくりだけど移ろいでいくっていうか、グラデーションのようにね、物事って変わっていくから、 A ちゃんが今絶望的な気持ちになってるのも本当によくわかるし、だけどそれはまあ私の経験値から言うと一生続くことではないなっていうふうに思うの。そうでね、昨日ね、ちょうどロゴセラピーの心の時代全6回が終わり、それの感想を語る会っていうね、仲間が発起人になってやってたやつのズームで感想を語る会っていうのがあったので、最終回にあたってね、勝田先生って、ロゴセラピーの勝田先生が最後に顔出してくれたわけ、そのズームの30人ぐらいの感想を喋ってる会にね。でそれがね、すごく良かったです、勝田先生の話が。でそれ聞いた時に、やっぱ A ちゃんの話とかも私思い出したし、今までね、いろいろアトピーで辛かった
人の話とかもたくさん聞いてるし、そういうことも思い出したんだけどさ、あのロゴセラピーではね、その自分に注視しすぎない、自分を見つめすぎないっていう考え方があるわけ。それはあの専門用語で言うと自己過剰観察っていう言い方をするんだけど、あの偏った自己分析とか偏った自己観察をすることによって余計こう神経症みたいな症状になったりすることもあるし、そのこう間違った方向に掘り下げていってしまうっていうことが、その最終的にロゴが目指している目標を遠ざけるっていう話をしてたわけ、勝田先生が。でそのロゴの最終的な目標っていうのは何かっていうと、人生にイエスというっていうことなの。どんな人生であってもそれを肯定する、イエスという、生きていてよかったっていうふうに思うこととか、生まれてきてよかったって自覚すること、それは自分自身そのものと、あと本当に、まあ、苦悩することは人間の能力であるっていう話を先週したんだけど、その苦悩の経験、それも含めて肯定的に自分を見れるようになることで、誰にでもその目の前にできることはあるっていうふうにね言ってるっていうこと、その平和を作る力っていうふうにね第6回の時には話が出ていたんだけど、その自分にこう注視して、こう自分の今のマイナスの状況ばっかりを見つめるんじゃなくて、こう目をもっと世界に向けるみたいなね話をしていて、でね第6回の時にね、あの勝田先生が言ってたのはね、誰の中にもアウシュビッツがあるっていうふうに言ってたの。だフランクルが実際に強制収容所に収容されて本当にもう生き地獄を味わったわけじゃない、それと形は違えどどの人の中にもアウシュビッツがあると。でそこにみんな苦悩しながら向き合っている。でその苦悩する力っていうのは人間の能力であり、そのいいことなんだっていうかさ、それがその経験が必ずその人のプラスになったり、最終的に客観視した時にね、ああの出来事ってこういうことだったんだっていうふうに肯定したり、それが自分の糧になったりするっていうことなわけよ。それで今までのその1回目から6回目の多分3回目か4回目あたりだと思うんだけど、勝田先生が眼差しの練習っていう言葉をね使っていて、それは患者さんとねそのセラピーの中でも話をするらしいんだけど、毎日5つその良いことを探してみてくださいっていうふうに言うんだって。頑張って5つ見つけてくださいって、どんなに苦しい状況にいたとしても小さな良かったことを5つ見つけてみて、それはこう物事を見る眼差しの練習になりますよっていうことで、その練習を進めるんだって。人生を前向きに捉えるための練習だから、一個もないと思ってもご飯が美味しかったとか、まあ例えば家族が行ってらっしゃいって声をかけてくれたとかね、そういう本当に些細なことを5つ見つけていこうっていう風な提案をするんだって。そういう風にするとこう眼差し、物事を見る眼差しが変わってくる。で眼症の例えっていうのはねあって、私はそれがすごい好きなんだけど、やっぱり辛い時っていうのは、その海はさ引き潮になるとこうやって岩が見えるじゃん。岩礁がいっぱいボコボコボコっていっぱいあって、で辛い時っていうのは引き潮で岩礁がよく見えてる状態、あれもあるあれもあるこれもあって、私の人生なんてダメなんだっていうふうに思うって。だけどそれは潮が満ちていればあるんだけど見えないだけっていう状態になるじゃん。
だからその引き潮の状態の岩礁を何個も何個もその岩礁ばっかり見るんじゃなくて、潮を満ちさせる努力、自分の好きなことをやる、自分が喜ぶことをやる、あとは誰かのために何かをするっていうことをして、その岩礁ばっかりを見るんじゃないんだよっていう話があるんだけど、だから多分ね、今 A ちゃんは本当にねすごいしんどい状態で、まあ、スーパーに行けばね、もう何の悩みもないような感じでアトピーでもない人たちを見たら本当に羨ましく思ったり、まあ自分が惨めに感じたりするっていうこともあると思うんだよね。でそういう気持ちになるのは本当にすごくよくわかるし、たくさんそういう経験をねしてる人もいると思うんだけど、なんとかね、眼差しの練習で身近ないいことを見つけてみるとか、あとはまあこれも過ぎ去るものだっていうふうに思ってさ、あ今本当に辛いなって少しこう、まあそれも客観視だよね、今こういう状態が自分は辛いんだなって、そういうふうに思ってるんだなっていうふうに一回受け止めてあげる。だから自分の親友になってあげるっていうこと。A ちゃんの隣にコメントに書いてくれたことをいつも思ってる A ちゃんがいるとするじゃん。でそれは親友なわけよ。そしたらさ、その親友にさ冷たいこと言わないじゃん。いや辛いねって、一緒にやってこうって声かけるじゃん。そういうふうに自分を親友のように扱ってあげてほしいなって思います。そうで、よかったらね、まあ、アサーティブも本当に役に立つし、ね、こういう状態の時ってさ、本当にしんどいからさ、なんか掃除を人に頼みたいとか、家族に頼みたいとかさ、なんか仕事を手伝ってほしいとかさ、そういう時にアサーティブすごい役に立つよ。家族に自分の状況を理解してもらいたい時に話す時、アサーティブめっちゃ役に立ちます。あとロゴセラピーは、自分のもうどうしようもできないような状況をどう考えたらいいのか、どう捉えたらいいのか、そこからどう生きる希望を見つけていったらいいのかっていうのはロゴセラピーすごい役立つから、なんかねそういうなんか勉強を始めるとか、そういうのもいいんじゃないかなって思う。であとはね、私コメントにも返事したんだけど、私はあの落雪の掃除は掃除機でもちろんねやるんだけど、マキタのコードレスタイプの掃除機に変えた時があったの。そしたらね、ほんとねお掃除が楽になったわけ。コードを刺さない、あと、もともとあるのはねエレクトロラックスかなんかのすごいそういう何アトピーにいいっていうかさ、そういうねホコリをしっかり取るみたいないい掃除機買ったんだけど、大きいし重いしコードを刺してこうやってゴロゴロゴロってね持ってきてやるのはすごい大変だったの。でもそういうこうコードレスタイプにしてこう気軽にいつでも掃除できるっていう、なんかそういう道具を変えるっていうのもまあ一つだよっていうことをねコメントには書きました。だからなんかそう思うかな、 A ちゃんのね辛い状況ね少しでも良くなるといいなって思うし、ちょっとこう目線を変えて、もし見えてないような気づいてないようないいことが身の回りにあるとしたら、それに気づいて、あこういういいこともあるんだなみたいな感じでね自分を捉え直してもらえるといいかなって思います。それで最後はねミニマムちゃんがくれました。またまたコメント開いちゃいました。コメントしようと遂行していたら1週間経つっていうあれですねって書いてあって、前も言ったかもだけど、ダーリンが英語ベラベラなのに自分で英会話を勉強しようとするサナキチさん偉い。僕がサナキチさんだったら結婚するときに、ああもう一生英語喋らなくて済むって思いそうって書いてあって笑っちゃった。サナキチさんが運動拒否とは、僕と同じ道を通ってきたとは…今が一番楽しいサナキチさん、みんなの希望ですね。あと心の時代ラス
前の、放送見逃してしまって泣いています。さてコメントを書き終えたしエンターを押そうと思ったら、インスタへのコメントサンキューですっていう風に書いてくれて、ミニマムちゃん遂行を短めにしてコメント待ってます。ありがとうね、今回書いてくれて。いろいろ言いたいことがあるんだけど、まず英語はね、夫が英語ベラベラだけど、コミュニケーション能力で言ったら多分私の上なのよこんなこと言ったらあれだけど、だからなんていうのかな、こう私はさ、やっぱ喋りたい時に喋りたいみたいな思いがあるから、夫にお願いして訳してもらってみたいな、人を返さないといけないっていう状況がすごい嫌なわけだから、なんとかこう自分で喋りたいっていう思いが強いのね。だからさ、 なんていうの、今までも喋れないのよ私、英語喋れないんだけど、この間ハワイに行った時も喋れないのに私が聞きに行くみたいな。だからそれは語学力じゃなくて、コミュニケーション能力っていうかな、コミュニケーションの瞬発力みたいなところで動いちゃうわけ私が。だからいいよ私が聞いてくるみたいな感じで英語喋れないのに聞きに行くみたいなね。だそういうこう、まあもどかしさみたいなジレンマがあるから、自分で喋りたいっていうのがあります。でね、今まで義理のお母さんと夫と私の3人でイタリア旅行に行ったことがあるわけ。3回行ったわけ、3人で行って。それでさ、まあ、その時も夫は英語が喋れるんだけど、ほとんど私がイタリア語も英語も喋れないのに私が突撃していくっていうパターンなわけ。それで本当にホテルの予約がなんかうまく取れてたかどうかみたいなトラブルの時はもうがっつり夫にやってもらったんだけど、まあそれ以外のなんか日々のコミュニケーションみたいな、お店の人とねやり取りするみたいのは私がするみたいな役割なのよ。そういう役割になっていて、だから瞬発力で乗り切っちゃうとこがあるからさ、もうちょっとこう本当自分が思ったことをこう思ったように喋れるようになりたいなっていう願いがあるわけ。だからそれのために英語頑張りたいです。そうで、イタリアに行った時にね、行く前に、まあ、この間のハワイの時もそうなんだけど、自分が話すだろうっていうイタリア語をこうちっちゃな冊子を作るわけ。それでレストランの予約とか、なんかこうね、日本から来ましたとかね、私はアレルギーがありますみたいなとか作って、まあ、それを見ながら喋ったりもするんだけど、そう、ベネチアに行った時にレストランの予約をする時にね、その3人だったらさ、まあ、やっぱり私かなと思ったの、電話して予約するのは。それで電話してイタリア語で予約取れたのそれが今でも私の中ですごい自信になっていてね、なんかね、そういうなんか喋れると楽しいみたいな感覚があんなちょっとのことでもねあるから、本当にこうなんか会話がねできたらすごいいいだろうなって思います。でそれとね、運動拒否の話はもう先週しました。先週してね、運動拒否は、まあ、考えられないよね、今の私からしたら。運動、この私が運動拒否してた。だからそれぐらい、まあ、辛い状況だった。だから A ちゃん、さっき話してた A ちゃんの状況に近いよね。いいことなんか探せないみたいな。ね。でも少なくとも、あの時の自分がね、いいことを探すっていうふうに言われて、まあ誰に言われるかによるよね。本当に身近な人から言われると受け入れられないみたいなことってあると思うから、まあなんかね、こういうラジオを通じて、
まあ佐々木さんが言うならって思ってもらえるならそれはそれで嬉しいなっていうふうに思うし、まあ、今は思えないかったとしても、まあ、時が経てばいずれあこんなこともあったなっていう時がね来ると思うし、ちょっとミニマムちゃんのコメントからそれちゃったけど、あの私さ、あの本当にまあいろんな人に会うね、仕事柄いろんな人に会うし、まあ、特にその依存症界隈の仕事をしたりね、知り合いが多いじゃない。そうするとね、あの本当にねすごいケースを見せてもらうわけ。すごいケースっていうか、あんなに症状がひどくて、もうね、あの依存症の治療の一環で、あのまあその依存症と一緒にうつを併発して、あの精神安定剤たくさん飲んで、あの場合によってはそういうね起死燃料がすごい強かったりすると、すごい強い薬がね安定剤が出たりするんだけどさ、そういう状況の人がよ、あの1年経って少しずつ自分のやりたいことを始めていたりさ、あのちょっと笑顔が増えてきたりとかさ、するのを目の当たりにするわけよ。で、場合によっては本当にスリップしちゃって、ね、また薬に戻ったっていう話をこうちょっと噂で聞いたけど、また回復の道に入って頑張ってる人の話とかさ、到底信じられないような状況からもう一回人生を歩み出した人とかを、そのこの仕事してるとさ、その依存症の回復施設に行ったりとか、そういう私もそういうねアサーティブをダルクの人とかスタッフの人とか、ね、そういう自助グループ通ってる人のグループの人にアサーティブ伝えたりして、いろんな話聞いたりするとさ、人ってすごいなって思うのよ。本当にすごいなって思うの。だからどんなに絶望的な状況になっていたとしても、そこからさ人って変わってくんだよね。回復していくし、体も変わるし、物事の考え方も変わるし、だからね、なんか希望を持ってほしいなって思うの。うん。本当に絶望的な気持ちになるじゃん。めっちゃ悪化して汁まみれになったりとかすると。だから少しね、ちょっとだけ心の扉開いて、あ、そういうこともあるかもなって、ゆっくりでいいから、ね、なんか、回復のために何ができるかなって考えたりとかさ、今この状況のね、なんでこんなになっちゃったんだろうっていうふうに思うんじゃなくて、あ、少し前を向くために自分は何ができるかなとかね、なんかそんなふうにちょっとずつ考えたりみたいなふうにできるといいなって思う。また戻っちゃったけど、そう、それでね、ミニマムちゃんはあの放送、心の時代の放送を見逃しちゃったっていうことなんだけど、NHK の心の時代の公式ホームページに1回から5回目まで のテキスト化した記事がまず載っています。なのでそれを見てない人は読んでみてほしい。で、概要欄にリンクを貼っておきます。で、あと、アンコール放送っていうのが時々起きるはずなので、で、多分今週からは宮沢賢治の心の時代の放送がアンコール放送されるんだって。だから、まあ NHK にリクエストを出してもらっても構わないし、まあ待ってればいずれアンコール放送が来ると思うのでね、それを見てもらえたらいいなって思います。今度ね、10月にロゴゼミって、ロゴセラピーゼミナールの研修会があって、全11回のうちの6回目ぐらいかな。私行くけど、それはね、もうね、心の時代の影響もあって、もう満員御礼になっています。
うん、であと講演会とかね、そういうのもちょこちょこあったりするから、またそれはね、あの情報を流すので、ぜひね、あのちょっと話を聞いて勉強したいみたいなみたいなね、あったら、あの、まあ、本を読んだり講演会に参加したりみたいにするといいんじゃないかなって思います。でアサーティブは来年ね、なんとかあの講座開設して、やっていこうと思うので、ぜひぜひね、興味のある方は参加してほしいなって思います。はい、そんな感じかな。ミニマムちゃんのね、あのこの手作りテクこれもすごいじゃん。これもすごいんだけどね、ほんとあのプロよ、プロっていうかね、アーティストだよね、アーティスト。ぜひねみんなにも見てほしいんだ。ミニマムちゃんもぜひ YouTube で紹介していいですよだったらね、ぜひ教えてください。はい、もうめっちゃ喋っちゃいました。めっちゃ喋っちゃった。あずきさんを出しましょうかね。今日さ、そのダルクのスタッフ研修でアサーティブやったのも、全6回のうち5回目だったの。いやすごい、本当にね、力つけてきてる。やっぱりさ、あのダルクのスタッフって依存症の回復者なわけだから、同じ仲間なわけね。仲間が回復してる人がスタッフになったりするからさ、その仲間同士でのやり取りっていうのもあるし、スタッフとしてね、どうやって話すかみたいなこともあるからさ、いや本当にね、すごい。もう反復練習はね、すごい効くよね、ロールプレイのね。はい、あずきさん。はい、じゃあみんなも元気でね、また来週お会いしましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ほら、あずきの尻尾がね、折れてるでしょ。はい、じゃあさなきちとあずきでした。バイバーイ。クピクピークピー。